まあ、この財務大臣ですね財務省のトップ鈴木俊一さんがなりましたでおとといの会見で鈴木財務大臣デフレ脱却へ向けて大胆な金融政策機動的財政政策成長戦略この三原則で取り組むこういう意向を明らかにしましたえ現在のゼロ金利環境を最大限に生かして財政投融資を積極的に活用すると え、鈴木大臣はですね、麻生前財務大臣の義理の弟にあたりまして、岸田総理率いる派閥高知会出身の鈴木善幸元総理をお父さんに持ちます。え、前任の麻生氏を念頭に鈴木カラーをどう出すか問われ、麻生カラーと鈴木カラーは違いすぎちゃってとしてえ、普通にやっていることで違いは十分出るのではないかと語りました。藤井さん、出ま、出ますかね これ、ダメですね。ダメですか最悪ですね、これ。最悪これ今、もう。いや、まずね、結論言って最悪です。何かって言ったらね、今おっしゃったようにね、ゼロ金利環境を最大限に生かし、財政投融資を積極的に活用しますと取るわけですよ。アウトですね、これね。そうですか。これね、ちょっとみんな意味わかんないかもしれません。 財政投融資というものは、政府がお金を貸してあげるって話なんです、これ、政府による金融政策のこと言ってるんですよ、財政投融資ですもんね、そう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 、だから後で返せよ、お前ということなんです、これ、真水じゃないんですよ、よくもう最近、みんなよく知ってきてるようになってると思いますけど、真水の財政政策というのは、政府が国債を発行して、資金を調達して、それを民間企業に支払う、あるいは国民に直接給付すると、それが真水というものなんですけど。 残政投資主義、100万貸すから後で返すよ。はい。わ、はい、かっとるな、お前。わかっとるな、っていうわけですよ。貸すわけなんですね。そうそう。だからその100万円ある程度使ったら後でまたぶっこ抜かれるわけですよ。はい、らもらったもんじゃないから、こう、消費できないわけですよ。だ、はい、からこれで、なんかもう全然ね、はい、ダメなんですよで。で、しかもね、この人ね、えーえー、あの、就任から一夜経った初登庁日に、はい 財政健全化を堅持しますはい言いますねまだね財政健全化堅持君が言ってるわけですよはい何を言っとるんだお前と財政の市場の確認を確保するためにも信任を確保するためにも財政健全化の道筋確かなものにする必要があるとよくいに言いましたねでねこれしかもね年内に編成する経済対策っていうのがあるわけですよこれはもう数十兆円規模でやるとええ 言ってるわけですよ。はい、今まで岸田さんね。岸田総理が言いました。これでちょっとデフレ脱却コロナ禍脱却できんのかなと。はい、まあアメリカはましてやもうトランプが四百兆やってバイデンがまあ少なくとも二百兆やると。六百、はい、兆いっとると、はい、で、えー、うちのガスは三十兆だけで渋い、はい、渋いちんなんかでとすごいことで取ったと。はい、でも、まあ、ここでも。 菅内閣が終わって、所得倍増とか言ってる岸田内閣が出てきたら、はい、もう三十兆みたいなし、ええ、シミ太郎なこと言うんちごうて、もっとガツン、ガポン、と感動ボボボーンと、ズババババーンと。<laughs> 気がすごいですね。もう <laughs>。<laughs> 新劇、かに新の一撃をブルー <laughs> <laughs> バク <laughs> 行くんかなと。ええ。思ってたわけですよ。<laughs> それも真水ですよな、ね、ん、ま、で、行くんかと。それが、年内に編成する経済対策ですよ。で、はい、この、経済対策につい、年内に編成する経済対策について、<っ>財政健全化は堅持していかなければなりません。<laughs> おい、関心できすぎちゃうやお前。<laughs> だから財政健全化ってことは、結局、プライマリーバランス、うん、ってことですか,らか,らから国債やりませんと、はい、でそれにうなずけるように財政投融資と言ってほうところ こっちが言ってるのは、特例国債と建設国債の2種類を言ってるのだって、はい、財政投融、財投債の話をしてるんじゃないんですよ、こっちは。で、鈴木大臣はですね、うんえー、岸田総理から、うん、新しい日本型資本主義、成長と分配、うん、分配と成長の好循環の話があったと、うん、まあこういうふうに語っているわけなんですけれども、この成長と分配というのは一応、頭には入れてるようですがそれはもうみんな言うんですよ。 デフレ脱却っってて言と一緒でだからそれやるのに、お前、分かっとるかと、これ、皆さん知らないかもしれませんけどね、えー、麻生総理大臣、あの財務大臣というのは、ですね、はいえー、実はデフレ脱却担当大臣でもあったんですよ、<ー>ご存知でしたそうなんですよ、えー、もう安倍内閣が誕生した時から、はい、もう麻生太郎さんは、えー、もう安倍内閣、デフレ脱却でできたじゃないですか、だから財務大臣がデフレ脱却担当だと。はい わかっとるなと、財務大臣よと、安倍ノミクスの最初に決めたんですよ。はい、だから、あの、財政というものがデフレ脱却において必須であると。い。う認識からデフレ担当大臣に、というのを作って、で、麻生さんやってくれって言ったら、もう何にも聞いてるんですよ。<ー>何もうずっと。 pb ケンジ君なんですよ。ええー、プライマリーバランス。バランんケンジ君でもう、っ,って、もう、デフレ、それは俺は関係ねえよって<ー>言って、お前大臣や、よ、ね、お前。えー、関係ねえよ。いや関係歩い言ってんねや、お前。で、なんからもう鈴木さんもデフレ、はい、脱却担当大臣なの。まあ、そうか、もう、ね、行こうんですよ、ね。どう、そう、どう、で、えー、それで、何やんねんって聞いたら、最初に口をついて出たのが、はい、財党祭です。はい。 もうこれがね、えー、我々、黒音筋からしたらもう、手が出ないですよ、もう。父、ね、ちゃん情けなくて涙出てくらいですよ、もう。酒持てないとかね、おい <laughs>、はっちゃかーですよ、もう。えー いやーで、過去のこの鈴木大臣のですね、発言で、これ、うん、わざわざ、その、はいはい、外国のマスコミがですね、うん、結構このピックアップしてまして。いいですね。日本のマスコミが機能しないから。そうなんですね。いいですね。えー、まあ、ですからそれで、例えば、アベノミクスを評価するだとかですね、えー、その当時は、その、消費税、増税の先送りは、ど、えー、先送りは、どちらかといえば、評価するだとか、まあ、あの、ある程度言ってるんですが、一方で20年、去年ですね、 3月24日には、うん、消費減税で地方に回る金が減額されれば影響が大きい、消費税を財源にえ、幼児教育の無償化なども始まっており、私は慎重であるべきだと思う、こういう発言もこの方にあるんですよ、だこれがだから心変わりしてればいいですよ、してないとなると、非常に危険ではありますよ、ね、もう心変わりしてない証拠があるんですよ。<ー>鈴木氏はね、はい、これあのー 2%、物価目標あるじゃないですか。あの、高市三内さんは、物価目標、2%が達成できるまで、プライマリーバランス規律を凍結をし、国債を発行し、財政政策を拡大して、デフレ脱却をしますと、とうとうと言ってたわけですはい。はい。OK、100点ではい。次の課題やっときや。はい。鈴木君何どうすんの君そしたら鈴木くこに答案させたらね、はい。僕は、物価の安定の目標の実現に向けて、日本銀行が 頑張ることを期待していますって言ったんですよ。財政政策を。やらないって言ってるんですかやらないって言ってるの等しいですよね。そうですよ。で財務大臣で、デフレ脱却担当大臣で2、2%どうするんやって聞かれて、ええ、日銀がやるのを頑張るのをなんとなく期待してます。僕何もしないけどね。金融政策ってことですね。そんなやつが受験通るか、ボケ。ええ、勉強しろ、勉強。はい。っていうことなんですよね。なんか。これ、<laughs> 完全証拠が上がってるんですよ、そうですね、これ。 ひどい話ですよ、これ。そうですね、非常に心配になってきたという。いや、これね、岸田さん、これ、ええ、鈴木さんに足元救われますよ。ちなみにね、ええ、経済再生担当大臣の、はい、えと山際さんっていうのがいんす、彼すっばらしいこと言ってるんですよ。えっと、経済再生なくして、はいえー、財政健全化なしと。はい で、しっかりと、えー、機動的な財政政策を行うことも通してね、えー、で、経済を再生させますと。はい、で、その上で、財政再建をすると。えー、で、しかも次のセリフが素晴らしい。はい、あの、これ安倍さんも言わなかった。えー、順番を間違えてはならない。は 安倍さんここまで言えなかった。ええー。これ安倍さんが作った言葉ですけど、さらにね、もう一歩踏み込んで山際さん言ってるんですよ。うん、はい。だからね、鈴木さんと真逆のことを言ってるんですよ。はい。だからね、これは鈴木さんというのは財務省のまあテ下でゃないですよ。はい、言ってみたら。えー、まあ財務省でしょ。はい。で、えっ、ー、と内閣にいる経済再生担当大臣山際さんっていうのはだから内閣側にいるんですよ。はい。ここはね、もともとね、あのー、財務省と戦うために作られたのが経済再生担当大臣なんですよ。ええー、し かかり山際さんにこれ買ってもら、戦って、えーや、もう鈴木さんをね、やっつけてもらえたんですただね、もう経済再生担当大臣ってちっちゃい権力しかないんですよ。そうなんですか。これ財務省のが強いんですよ。ああえー、言ってるだけなんで。ね<え>だからそこをね、なんとかね、後押しできるのは総理大臣の岸田さんだけなんですあ,あ、そうなんです、ね。だから えー、なんかこう自分の家の中にラスボスみたいな呼び込んで戦ってるみたいなもんでね。はいえー、あの、岸田さん。なん、えー、でこの人をダム大臣したんやと。敵わざわざそうですねわざわざ。そうせざるを得なかったのかもしれませんが。うん、まあ、とにかく、いずれにしても岸田さん頑張るしかないですもんね。うん、頑張ってもらうしかないと。うん、そうなんですよ。はい。